次は俺だな。酒井さん、気をつけてください。こいつ分かってるさ。俺は油断はしないぞ。お前の実力が分かったしな。大輝の形は俺が取るぜ。東道塾の酒井だ。よろしく。俺のインテアールは迫力あるぜ。ターボだからな。VTECにターボは邪道だって思ってるだろ。ま、走ってみればわかるぜ。友に連絡しておいた方がいいんじゃねえか。とにかくこのまま放っておくわけにはいかない。おい、このまま東道塾勝ったと思うのか。泣くのはちゃんといいんだよ。やめましょう。あんたさ、あの後うちの社長にこっぴどく叱られたんだ。クリーンにスピードを競うだけがバトルじゃないって。確かにこの間のバトルは成功法で行き過ぎた。今度はそうはいかないぜ。
むぜ B18 シーター。あの調子なら思ってた以上やれるし、もう少し様子を見たい。まさかこれほどのやつとは。とてもじゃないか。